Most travelers who visit Kurashiki, Japan tend to stay along the main streets by the picturesque canal. But if you explore just a few feet further in this historical district, you'll find some of the coolest Japanese treasures ever made. Meet Oga-san, the Kurashiki Folk Toy Museum's owner. Now in her 80s, she still has a keen eye for folklore figurines, some of them dating back to the 17th century.今ね、並べてるのはもう1万並べてるんですよ、1万個。郷土玩具いうものは、その素材としては一番多いのは土、それから紙、木なんです。さっきもその3つが一番中心なんですけど、だいたい紙のものは、まあ、いろいろありますけど、張り子が多いんですよ。それからちょっと言ったら、だるまもすごい大きいのもあるんですけれど、ここにある伏見人形って書いてますよね。これがね、郷土玩具の中では一番のその元になるのがこの伏見人形なんですよ。お面、このお面っていうのは秋のお祭り、春祭りの神社の境内で織られていたんですね。紙でできているものです。でなかなか紙のものは残らないので、まあちょっと貴重かなと思っております、うん、Folklore museums, as well as the craftsmen who supply them, are sadly slowly dying out in Japan. まあ例えばこの千葉なんですけど、柏っていうところがもう廃絶して今はない。そういうのがもう至るところのがだんだん後継ぎとかがなくなってね、少なくなっている。もう一番それが私たちのもう悲しいとこなんですけど、だからやっぱりこれは大事にしないといけないかなと思ってる。懐かしいっていう方はいない？はあ、こんなものがあるの、何これは、初めて見たわっていう方の方が多くなる。なんていうの、お侍さんとかいうだけじゃない、こういう変遷があって現代になってるいうのを、あれ、その郷土玩具からでもね、知ってもらいたいなっていうのはあるんですよね。やっぱり本当に外国の方なんかを見ていただきたいなと思うんですよ。日本の宝と思っております。 The full interview is available on the Q2 Japan channel, so check it out if you have time. Thanks for tuning in to Bite Size Q2.